今回は、安価かつ TLC な M.2 SSD IG740 Pro 実際に使って詳しくレビューします。4月発売の新製品ということでサンプルをいただきました。では早速開封していきましょう。パッケージには産業グレードと記載がありますが、難度は普通に TLC です。冒頭でも言ってたけど、そもそも TLC って何？TLC というのは SSD の記憶素子の種類です。もう少し細かく言うと NAND フラッシュメモリというパーツのセルに保存できる情報量です。一つのセルに記録できる情報量が増えるほど安価かつ大容量になりますが、寿命が短くなります。2025年現在では TLC がスタンダードで、価格重視なら QLC もなしではないといった感じです。産業用って文字から SLC や MLC を連想したって話で OK？ そんなところです。個人的にオリコといえば QLC 搭載激安 SSD を売ってるイメージだったんですが、 IG740 Pro は TLC かつ PCIe Gen 4に対応ということで、速度もかなり期待できそうで楽しみです。付属品はネジ、ドライバー、サーマルパッド、ヒートシンクです。ドライバーがついてくるのは珍しいですね。取説はしっかり日本語対応でした。ところどころ日本語が怪しいですが、特に問題ないでしょう。肝心の本体がこちら。カタログスペックはこんな感じです。読み書き両方とも Gen 4 SSD としては最高クラスですね。総書き込み容量は標準的です。基板は片面実装です。一応難度やコントローラーのメーカーも確認しておきます。公式サイトに記載があったので、おそらく IMTC の難度とマクシオのコントローラーです。薄くて見にくいですが、確かに IMTC です。コントローラーもマクシオでした。今回はヒートシンクなしで使いますが、ヒートシンクを取り付けるときはサーマルパッドを挟みます。ヒートシンク側とサーマルパッド側どちらにも保護フィルムがついているので、忘れず剥がしておきます。今回の検証環境はこちら。ボトルネックが発生しないように、テストに使う SSD は現状最速の Gen 5 SSD です。今まで C ドライブは Gen 3 SSD を使っていましたが、検証のために Gen 5 SSD を買ってきました。まずはクリスタルディスクマークから。比較対象として手持ちのウエスタンデジタル SN770 も測定しました。連続読み書きをグラフにするとこんな感じです。読み取り理論値 7100mbps に対して 7090mbps と、カタログスペックがしっかり出ています。書き込みは理論値が 6500mbps なので、もう少し頑張ってほしいという印象です。ランダム読み書きはこんな感じ。書き込みで SN770 に 7% ほど負けているのが気になりますね。次はエクスプローラーでファイルの転送テストです。36GB の ZIP ファイルと 101GB のゲームファイルを、それぞれの SSD で読み書きします。まずは 36GB の ZIP ファイルを Gen 5。SSD にコピーします。これは特に差は出なかったですね。容量を制限しても十分早いです。続いて Gen 5 SSD からそれぞれの SSD へコピーします。このテストも特に差は出ませんでした。強いて言えば SN770 が調子悪そうなのが気になります。次は同じ ZIP ファイルをドライブ内でコピーします。このテストは読み取りと書き込みを同時に行うので少し差が出てきます。空き容量が少ない時の IG740 Pro が少し遅いですね。ここからはコピー対象を 101GB のゲームファイルに変更し、同じテストを行います。まずは読み取りです。 101GB になってもどちらも高速で特に差が出ませんでした。続いて書き込みを行います。空き容量を 345GB まで減らした場合、 IG740 Pro が最後キャッシュ切れらしき挙動をし、SN770 の2倍近い時間がかかっています。書き込み速度は 450mbps 付近まで落ちていますね。キャッシュ切れって何なの？キャッシュは送られてきたデータを一時的に保存する場所で、
D ラムキャッシュと SLC キャッシュの2種類があります。専用のチップを使う D ラムキャッシュに対してランドの一部を SLC として扱うことでキャッシュ代わりにするのが SLC キャッシュです。 SLC キャッシュは専用の部品がいらないので安価ですが、空き容量が減ると SLC キャッシュも減っていきます。さっきの速度低下は SLC キャッシュが満タンになりランド本来の書き込み速度になっているという状況です。最後にドライブ内で 101GB のゲームファイルのコピーを行いました。こちらも空き容量を減らした IG740 Pro が転送量が半分を超えたあたりでキャッシュ切れしました。速度は数百 MB/s で 0MB/s になることはありませんでした。ここまでのまとめです。基本的に高性能な TLC SSD に仕上がっていて、 1TB モデルが1万円切り、 2TB が 1.8 万なので追加ドライブに安い大容量 SSD が欲しいけど QLC は不安という方におすすめですね。私も1週間ほど使いましたが、ファイルが大きくなると書き込みが詰まりやすい欠点は、書き込みの少ないゲーム用ドライブとして使うなら全然気になりませんでした。ただ Amazon のセールで有名メーカーの SSD が1万円を切ってくるのがネックです。同じ値段だったらウェスタンデジタルとか記憶シア買うもんね。まあその時は IG740 Pro も安くなってるかもですし、他製品との価格差を見て検討した方がいいですね。また温度も SN770 に比べておとなしく、ヒートシンクなしでも問題なく使えそうでした。サーマルカメラではなくソフト読みなので参考程度ですが、連続書き込み中も70度を超えることはなかったです。発熱面で扱いやすいのもメリットですね。今回いただいたクーポンを概要欄に貼っておくので、気になった方はぜひ見てみてください。ということで、今回の動画は以上です。役に立ったら高評価&チャンネル登録よろしくね。また次回お会いしましょう。じゃあね。